片付いた。体育委員も楽じゃないね。あさっての合同体育の準備は絶対男子の委員にやらせようね。うん、まったく騎士沼ね。箸よりも重いものを持ったことのないこのナオミさんに。ああナオミってさ、綺麗な形してるよね。え？何が？お尻の形。あんたの方が小さくて可愛いじゃん。私のはアヒルみたいでダメだよ。何言ってるの？ナオミのは安産型って言って、将来楽にたくさん子供産めるかもって形なんだよ。わ、それちょっと嬉しい。ナオミってほんとほぼさん気質だよね。子供大好きだもんね。うん、将来子供4人は欲しいかな。将来ある人はいいね。ん？今の中島さんの声、それも悲鳴。どうしよう、うちの子たちに何かあったら。篠崎さん、大丈夫よ、落ち着いて。外で声が。ええ、この症状過換気症候群だわ。どこかに紙袋でもあるといいんだけど、ここにはなさそうだし。とにかく気持ちを落ち着かせて安静にさせないと。何かの音が声みたいに聞こえたのかも。きっと建物のきしみだと思うけど、気になるから一応行ってみてくるわね。二人はここでじっとしててね。篠崎さん、大丈夫だよ、ゆい先生。俺が篠崎見てるから。あ、ええ。あ、てか俺見てくるわ。ダメよ、他が安全ってわかるまで君たちはここにいなさい。じゃあ頼むよ、気をつけて。いやー、大丈夫だって。ほらお願いね、すぐ戻るから。ああ怖い。何が起こっているのか。心臓を氷漬けにされて、めまいと吐き気が。だけど大事な、お腹の底から強い大人を演じる。教師って結衣先生、サトシたちは。え？家でモネが。
やあ先生、教室で3人生徒の悲鳴が。そう、この旧校舎は同じ校舎にいたその者同士が、もっとも奴らのようにだから、その会えなければ。声が。確かにあんた、ここでは時間も悲鳴が聞こえたって。別の次元で数時間先の影響し合ってはいるが。だからって、教師なんて、お前らは自分の保身しか、生徒の心配より、そんな奴しかいないんだ、教師なんてね。騙さる。生徒間の虐待を知っても、問題児として処理した生徒、叱るんじゃなく、怒る。違う。生徒のためになんて考える奇特な奴。どうせあんたの生徒たちだって、そのうち餓死する。僕のような死ぬ時だってあんた何か言ってみな。あんたの生徒たちを親でもないく。嘘つきめ、知ってるかい、潰されて死ぬ。そう、自分を助けてと言えよ。あの子たちはひどい目に遭わせないで。引き返るみ、生き延び、大好き。どうしたんだよ。嫌な予感がする。入れ違いになっ。行くの。わかったよ。そうだ、書き置きするか。篠崎、お前何か持ってる？しかない。紙とか持ってねえもんな。ゆい先生、これでいいな。お前がわがまま言う。だって、いや、わかったから泣くなって。どうしたんだよ。いいこと思いついたの。あのね、委員長篠崎さんの子、二の級で知らない人。10クラス全部で有名だよ。だからこうやって持田君たちが、私や宍戸先生、
そうだな。それ、お前の存在証明にしか、ま、いいか。行こうぜ。大丈夫かい？おう。サトシはどこ？もう少しし。何？お、分かってる。早く。おう。おい、マジか。ここでも、うわっ、なんだこいつ。ダメ。え、脅かすな。姉様、私を許さ、憎いだ。どうしたんだよ。しちまったんだ。おい篠崎、お前何やって。誰もそんなこと言っていない。今日は娘の誕生日なので、7つになったお祝いに。お前の汚い、ああ、篠崎、
おい。あれ？岸沼くん、どうしたの？いや、なんかお前、変なこと喋ってたぞ。ん？覚えてないのか？この状況でのプレッシャーのせいか。マジで神経が参ってるな、篠崎。いや、気のせいかも、俺の。気にすんなよ。さっきの幽霊か？Thank you.